ここがパビス開門台の、マングローブの森という場所で、今、赤石さんが、派手に泳いでいます。それで、この先行くときにはまず環境セットで水の中はよく見るようにしないといけない。で、世界の自然環境設定で自分の環境というのを、そうしておいて、ここでプラスを押す。プラス、新しい水っていうのを押して、それでこの新しい水をクリックして、この中の透明度指数、これを5にする。で、まあ、これ以上やると水面が透けちゃうんで、これぐらいで、そして、名前をつける。2023、例えばウォーター。それで、これで保存をして、あと、最小化します。閉じると戻っちゃうんで最小化します。まあ、ここに出てます。そのままです。島の全景がこういう島で、この辺りがザトウクジラ、その先がシロナガスクジラが、それで展望台あたりでカーシャさんに録音して、あとコククジラに移ったら、今度は、この海中ハビタットを録音しながらこの辺りのイルカたちと遊ぶという感じ、うん、あります。それでいよいよ中に入ります。それで、ここザトウクジラ来たら、まずポンとアウトキーを押しながらクリックするんですね。そうするとこういうふうに、ターゲットロックオンして追いかけます、自動的に。それで、ホイールマウスを前にすればズームする。そうしてから落ち着いて右クリックして、座るにすると座れる。それで、普通の視点ですね。ちょっと視野が狭いんで、少しまたアルトキーを押しながらマウスをクリックすると、あちこち見回せます。前のクジラが、あ、ここにいるよね。で、アウトキーをして、そうするとロックになるんで、それで、また右クリックして座ると。そうしたら、今度前の方に、チロナガスクジラが来るんですね。右クリックして、ロックできたんで、右クリックして、ホイールマウスをズームすれば、で、乗り換える。で、ここに、そうです。で、赤石さんに、ロックオン。はい、それで、水中に潜ってってくれる。水中に潜るのね、うん、はい、ちょいちょいちょいと戻ってけばいいのね。ほいほい。それで熱水噴出口の方とか、そうそうそう、ちょっと早いな、この辺が熱水噴出口、ね、それで、あの潜水船とか、そうそうそう、うん、それで、今度上のあのクジラとイカ、ダイオウイカの、行き過ぎた、ちょっと上昇、ちょっと上がれる、で、この通路の先、それで、ここにコククジラ見つけた？難しいな。コククジラ、コククジラ、今潜水船の向こう。潜水船の向こう。そうそう。そこまで来たらコククジラを録音して、うん、それに乗り換えて。乗せてくれんかった。それでもう一回、今度昨日からアバター変えたんだけど、動くのが難しいな、これ、うん、泳ぐの早いんだよね、胴体が見えないな。
アルファの位置が違うとかじゃないのかな。うん、私は見えてんだよね。ああ、そうか。うん。それで、これリログだね。うん。そっから先に、海中ハビタットが見えたら、そっちに録音するな。で、録音したら、今度はイルカがいるので、どれか選んで、録音して、乗り移る。イルカ乗った。乗り取れなかった。イルカ。一回。イルカ向こうと。こいつある。そういうターン。できない。なんでだろう。え、一角しかいない。別の。じゃん。別の。別の。で、ゴンドルクジラ。これがラズサシンで、ここに座る。はい、座れた。お。負けた。で、ですね。これでアバター視点だとこういう風になって。結構可愛い座り方をしている。そうね。違うんだ、あっちと。手が、本当はまたいでるんだと思うけど、人魚だから足がないから片方に横座りになってる。ああ、なるほど。うん。はい。ということは、じゃあこれで一応終わり。あとは立ち上がって次のところにテレポート。